まあ、あの攻撃では本当ボールを大事にするその人数をかけてゴールに迫るというスタイルではありますし、守備では本当メリハリの守備というところが本当できつつありますから、当たり狙っていく、戻して味方、味方が長いボールサイドを変えていきます。開いているのは黒川10番、今当たりだ、得意のクロス、低いボール、ゴール前、これは縦に入れる、奥抜きタッチラインにはターンしてかわしていく、さあ仕掛けた、対応するのは山本力人、横パス、シュートはシュートはボールだ、来た、先制を宮城社、川田が決めた、ね、シュートも早かったですし、まあ、キムスケなんかね、まあ、うまく山本は2019年に高校2年生で飛び級でトップ昇格、さあクロスが入ってくる、ニアサイドへ、多いところもありますからね、まあ、うまくボール動かしながらですよね、菊池、その横には11番の奥抜き、奥抜きの折り返し、黒川、まだあります、そしてシュートは真当たり、しっかり封じ込みましたね、この花との動き出しっていうのも見事ですね、まあ、感じてはいますよね、出し動けて、まあ、それはやっぱトレーニングでやっぱ落とし込んでるはずですからね、ボールは大宮、10番の黒川です、黒川、そして26番オランジの小島、いいボールが入る、さあ菊池だ、マリウスの方が押し込んだ、大宮アルディージャー2点目ましたからね、まあ、この小島選手が絶妙ですよね、まあ、フリーでねこうやっぱり蹴れれば、まあ、この選手、ただ冷静にそのプレスを回避していきます、川田収めた、ここで収まるのは大きいですよね、本当に川田のポストプレー右に展開する、ここに黒川、黒川がゴール前にボール、ダイビングエンド、下に左、なので両チームとも選手交代できましたよ、と花戸だ、花戸、花戸からどうだ、梶川、ゴール前、さあ来た、決めたのは杉本、まあ、ベルディは本当にこう勇気をねもう全体でまくれる得点ですよね、川田だ、川田がえぐっていく、川田まで、今左サイドバックの山本が右にいますが、さあ花戸に出てきた、花戸だ、花戸を収める、山下折り返してシュートはまだある、佐藤が粘るが、ここは大宮アルディージャーなんとか死守、ここはノーファールだ、さあチャンスになる大宮、黒川、黒川からシュートを放っていった、2対1というスコア。